明日も何かしらいるはずなんで、一応駅前をぶらりとしてみましょうか。結構でかい駅前ですよね。あ、地下道の連絡道もあるんだ。へえ。前は800円か。へえ。あ、駅の穴やるわ。見てもピンとこやんけど。なんか泉佐野の小屋で、ほー、あ、どっちかというと駅の東側じゃなくて西側の方が、西側でええんかな、比較的開けた町なんですね。で、あ、こっちはこっちで南町ってあるんや。岸和田の南町とはまた別なんでしょうね。ちょっと反対側の方もちらっと見てみましょうか。しまった。帽子持ってくればよかったな。これは、バスターミナルになってんだ。またいろんな方面にも行けるんだね。商工会議所とかね、いろいろ出てますね。あ、これ結構市役所と商工会議所の場所分かれてるんですね。この辺り四日市とは違うところですね。さあ、荷物も整理しなさいところで、運行は水鉄と一緒のところやってるんですね。で、取ったら向こうは向こうで難波駅の区間休憩ですね。区間9号か。どうしても緑色を見るとね、準急って言ってしまうね。これは仕方ありません。なんて言ったってね、私は近鉄沿線民ですからね。で、こっちからぐるーっと回って、先にも出れるんですね。結構立派なバスターミナルが、こっち側にあるんですね。ですが、貝塚駅から、各方面に行く人は東口に行けばいいし、貝塚に用事がある人は、西口で降りればええよっていうような、なるほど、そういう分離の仕方になってるんでしょうね。こういうのはいいですよね。この辺り600円とかでもあるんだな。でも300円だったら結構、でも地図に載ってなかっただけでいろいろパーキングあるにはありますね。直接もう貝塚に来てもそんな止めたくれることはなかったかもしれませんね。いや、でもいいですね。何回もね、素敵な、体験できましたから、こんな感じですね。完全にですか、分離されてるんですね。で、こっち側に来るとそっちがセントラルね、貝塚の。まだあれですね、さすがにこんな時間から来てるよって人はいなさそうですね。これ一番乗りじゃないですか。どうなんでしょう、そういう一番乗りも何も、どっちかというと、フライングジャンプスタートで、アウトって言われそうですけどね。パッと見でもこっちがメインですよって感じですよね。なんか貝塚ステーション。でこっちの奥に商店街とかあるのか。あ、商店街って感じになっとるわ。いいですね。ここ車入ってこやんのかな。下も商店街って感じになってますよね。ちょっと歩き慣らしてかんとあかんしね、靴も買い替えたばっかりからね。
まだ裏のゴムがフレッシュ感半端ないですからね。でもやっぱ馴染みやすさはやっぱさすがニューバランスですね。駅前激安レンタカー12時間2180円、安っ、安いなぁ。ユーペイも使えるらしいですよ。さあ、あと3時間じゃ買いますからね。この辺りも結構これ昔ながらのコラな感じですもんね。すごいな。この辺りは大阪信用金庫なんやね。でずっと奥行ったら国道かな、メインのストリートの方にぶち当たりますっていう、そういう構造なんですね。一本ずれずとあるんかな。ここなんかもしれっと安い自販機50円とかやっぱありますもんね。いや、大阪来た感出ますね、こういうの見ると。大阪の比較的、まあ、あんまり梅田の方ね、歩かないっていうのもありますけど、南方の方に来れば、よくね、西成のね、50円自販機とかって言って、わーって話題になりますけど、別に50円やったら探せばあるもんね。ええー、よね。別にそのこの辺りとかでもね、今のところでもありましたしね。で、スポーンって言ってみたいですけど、もうせっかくですから、今度こやんうちに水間観音さんお参りしときましょうか。何も別に10時から無料になるからっていうだけであって、10時前にお金を払って乗る分にはもう問題はないはずですし、なんならそれでね、お金を落とす方のがね、むしろいいんじゃないかと。いいんじゃないですか。これで行きましょう。そんな水で。すごい。何のマークなんか知りませんけど、美味しいお米のマークなんや。これでメインのストリートなんや。国道沿いに出るんですね。なるほどね。ああ、もうそこから通りに出るみたいから出ときましょうか。で、通りからもう一回ちょっと水間観音の駅の方に出てみましょう。まあまずはね、メインイベントまで3時間十分取れるところありますからね。なんかイベント始まるまでにバッテリーが燃えてきそうで怖いですけどね。ここのポストも低いね。なんでこんな低く作ったの。1号角型でしたっけこれ。確か1号角型っすね。面白いですね。さあポストも見たし、まあね、元祖、うちのね YouTube の動画の元祖は郵便ポスト、郵便関係ですからね。そうそう、動画投稿始めた当初はまだ郵便局員でしたからね。そうでしたよ、懐かしいね。ああでもこれ本当帽子持ってくりゃよかったな。どっかで帽子買おうかな。絶対これ昼間暑くなりますよ。いや、まあ晴れてもらった方のがいいんで、これはありがたい話ですけどね。あそこなんかでもパーキングがあるわ。そう、私の見とるパーキングのやつって細かい小さいところがやっとるやつはね、出なくて、大手のチェーン店のやつしか出ないんでね、こういうふうに細かい、いろいろあったりすると、あ、ここなんか500円やったから、結構良かったですね。なるほどな。まあでもね、
タコ地蔵もね、こういうことでもなければタコ地蔵って場所すら、知らずに生きてるところですからね。そう、ね、今回ね貝塚に直接行くルートをね多少上げてる人いると思いますけど、こういうね、まあさか四日市からねタコ地蔵経由で行こうっていうねやつはね、そうそうないはずですからね、需要もないと思いますけど。で、水間寺、これが水間観音さんのことなのかな。水間寺まで6キロってなってますね。これね、水間寺まで6キロってなってますから、その6キロをちょうどこの水間観音さんが、水間観音さんが結んでるんじゃなくて水間鉄道さんが結んでますよということですね。いや、せっかくか水間観音前抜けて、まあ、あの人がこね混んできてないうちに、おーラピードや、いいですね。やっぱラピードはやっぱかなりインパクトをやっぱありますよね。まあだいぶね、そういった個性的な車両、近鉄も火の鳥、島風とか入ってますし、ね、東の方でもナフィール踊り子とかね、いろいろと出てますけど、サフィーレか、あれだって南海のラピードが出たのはもう20年近く以上前ですよね。関西空港の開港に合わせてぐらいでした。1992年だか3年ぐらいね。いや、あの車両はすごいですよね。じゃあ駐車場もいろいろあることも分かったんで、明日はもう駅前に止めちゃってもいいかもしれませんけどね。よし、いや南の方から何回使っとこうかね。そうですね、先ほどのご恩を忘れはしません。うちのチャンネルはね、ああいったね、ありがたいですね、ことがあったらね、ちゃんとね、そう、ちゃんと貢献するチャンネルですと、どうかな、どけちだけど、こんな、南海区間の安いやつ持ってるんですね。あ、昼間やと安く乗れるよとかいろいろあるんや。へー、あ、こんな風に値段表も出てますね。へー、570円で何万人いけるんやな。へー、じゃあ距離的には570円何万ってことは、ほぼほぼ四日市と名古屋と同じぐらいの距離があるんや。同じ府内ですけどね。一応こっちからまた飛ぼうか。そういうことか。これで位置的にはうね、四日市から名古屋までが610円とかですから、630円が今ね。で570円とかはまあまあ大体同じぐらいの距離なんやなって、思ってもらったら、町の規模とかがのその位置的な兼ね合いがつかみやすいかもしれませんね。意外とこれ、あの料金で見ると分かりやすいですね。それで8時ぐらいかな。よいしょ。よし。で、こっちに来ると、あ、水鉄貝塚ステーション。STM って書くんですね。こんな、せっかくですから、こっちから入ると、趣があっていいですね。